あっくんこけチャンネルです。今日は4月23日ですけどね、今日は、南飛騨のねマゼ村っていうところのね、林道へ来てみました。ここにもなんか大きなね広葉樹ですね。あ、結構いろんな苔がねこの根元にありますね。これは立ち苔ですね。そしてこれはねちょっと葉がね細かいんで、これ玉苔だと思うんですけどね、乾燥してますんで。こちらがね、あ、そうですね、これ見えますか、これね玉苔の目玉の親父って呼ばれる柵ですね。一つきりねありますねこれね。そしてこちらがね、こちらのこうね、細かい葉っぱがねいっぱいついてるの、これが忍ぶ苔ですね。はい、この辺も玉苔とそして忍ぶ苔とね共生してますね。いやでもこの木なかなかいい感じの木ですねこれね。はい、この苔はね、艶苔ですね多分ね、艶苔の、ちょっと小さいタイプですね。はい、この辺に、はい、目玉の親父と言われるね玉苔の丸い柵ですね。ちょっとね今日は縮くんでてほしいですけどね。そしてこの辺は艶苔と共生していますね。これね結構大きなね株ですよ ね。はい、少しね川沿い沿ってね歩いてみたいと思いますがね、こちらは本当ね綺麗な苔がね、苔じゃないな、綺麗な川がね流れてますよ。この下の方にねちょっと苔が見えるんでね、ちょっとここ降りてみます。ちょ、大丈夫かな。ほんと降りてきた。よし、これは苔ではないですね。でも周りにね、これ、あ、ここら辺は艶苔ですね。はい、この辺多分艶苔がいっぱいですね。はい、素晴らしい景色ですね、これはね。はい、この水際へ来るとまたね、あーっとこれはね矢の根苔かな、矢の根苔だと思いますね。こういうね水際にねこの苔はよく生えますよね。グリーンがねとっても綺麗ですね。はい、ここはですねこれも玉苔ですね、これね玉苔。そしてこちらはねこれは、立ち苔かな。はい、この辺もねちょっと縮んでますけどね玉苔ですね、間違いなくね。あ、これは杉苔ですね、これ蓬莱杉苔かな、蓬莱杉苔。あ、下にねもう少し大きいのがありますよ。これね結構大きいタイプなんですよね、蓬莱杉苔だと思います。なんか白い、これは柵なんだろうかね、なんかね
枯れたなんか葉っぱみたいな気がしますけどね。はい、ここは太竜尾ゴケですね。太竜尾ゴケ、これ普通の竜尾ゴケとね、太竜尾ゴケと2種類あります。これはちょっとタイプ大きいタイプですね。あ、これはね、しっぽゴケですね。しっぽゴケ、これね、ちょっと乾燥気味ですけどね。はい、上にもありますね。このしっぽゴケはね、とっても丈夫な苔でね、テラリウムでもね、人気がありますね。私もね、大好きな苔の一つですね。あの辺にね、朝日に輝く、これはね、綺麗ですね。これもしっぽゴケですね。はい、ずっとね、これ川に沿ってね、道が続いてますけどね。あー、ここはまたすごいね。はい、太竜尾ゴケと、ここら辺に下は玉ゴケですね、これね。もう少しね、本当は湿気があるとよくね、分かったんですけどね。はい、この辺は立ちゴケ、そして柵もありますね。あ、この上の方にね、このワカメみたいなの、これね、コケシノブって言ってね、これはね、シダの仲間ですね。こういう岩場によくね、生えてますよね。はい、この辺なんか岩盤にね、すごいね、苔だらけですね。あー、この辺も何だろうか、いろんな苔が混じってますね。立ち苔やね、玉苔も混じってますね。上の方にもね、あります。はい、はい、こうやってね、川のね、河原の、まあ、石、岩ですね、たくさん苔がついてますけどね、これはあのツヤゴケとか、それからヤノネゴケとかね、玉沢ゴケとかね、水辺がね、水際が好きなね、苔がたくさんね、張り付いてますね。この辺はびっしりとね、こちらはね、多分竜尾ゴケですね。ちょっと葉っぱがね、小さいタイプでね。この苔は本当にあの、乾燥するとね、割とね、色がね、早く抜けちゃってね、テラリウムでもね、結構あの、管理が難しい苔の一つですね。ああ、この倒木にびっしりね、上まで。はい、しっかり生えてます。春になってくるとね、こういうシダ類もね、一気にこうね、葉っぱを広げますよね。はい、ここにね、大きな岩がこう突き出しててね、ここはね、ちょっとくつろぐのにはいいかな。夏なんかね、ここ来て涼しいでしょうね。椅子を持ってきてね、ここでね、くつろげるといいかなと思います。